こんにちは、クリッカーノイです。フェラーリの新型モデルに関する最新情報を入手しました。注目は同ブランド初となる SUV、 そして SP38 のオープンモデルとなる SP38 スパイダーです。 SUV に関しては会長のセルジオ・マルキオン氏が絶対にありえないとまで語っていましたが、一転してその可能性をメディアに語り始めているようです。情報によればすでに急ピッチで開発が進められているとも伝えられています。パワートレインの詳細は不明ですが、最高出力 700PS 以上を発揮するプラグインハイブリッドと噂されています。ワールドプレミアは2020年と予想されていましたが、最新情報では2019年に修正されているほか、2018年内登場の可能性もあるとレポートされています。また SUV ではなく FUV、 フェラーリユーティリティビークルと呼ぶモデルとなるようです。スパイダーは5月に公開されたばかりのホットモデル SP38 の派生モデルです。この噂をもとにハンガリーのデザイン会社 X トミデザインはスパイダーのレンダリング CG を制作し公開しています。 SP38 は 488GTB のパワートレインを移植しながらエクステリアに専用デザインが与えられています。愛称デボラと呼ばれ、 F40 のデザインモチーフにデボラレッドでカラーリングされています。パワートレインは 488GTB 譲りの 3902cc V 型8気筒ガソリンターボエンジンで、最大出力 670PS 8000rpm、 最大トルク 77.5kgm 3000rpm を発生します。スパイダーが登場すればさらなる高性能も噂されており、なんとも豪華なワンオフオープンモデルとなりそうです。ワールドプレミアは2019年内と予想されています。